どうも皆さんこんばんは、浅野です。今日はですね、人狼殺やっていこうと思うんですけど、このゲームよく喧嘩してる人がいるんですね。今負けたのはお前のせいだとか、いや私は間違ってないとか、そういう戦犯探しをすることによって喧嘩になる村っていうのがよくあるんですよ。なので僕はそういった人たちの心を少しでも和らげるために、後ろで陽気にマラカスを振っていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。まあ先般探しなしで3番攻めるのはなしで、いやーいいっすけど、これ叩かれるの承知っすけど、ちょっと皆さん多分人狼っていう固定概念にとらわれすぎな部分ってあると思うっすよ。なるほど。なんか一旦目に出ないからっていうのは、確かに普通の人狼のゲームで言ったらそうかもしれないですけど、なんか捉える部分をちょっと目線をもうちょっと変えてほしいですね。まあタイミング的にも場所的にももしかしたら悪かったかもしれないですけど、ちょっと一周目最高出てきたなと思って喋ってたことなんで、まあそこは申し訳ありません。はい、抜ける方いないですか？すいません、自分もそろそろ寝ます。いないか、学歴マウントしてないんです。いや、なんかさっき私は慶応大学、それ言っただけでさ、なんか学歴マウントとか捉えるあなたがちょっと おかしくないですか。はい、いや、なんかイフラン、僕は自慢しただけなんです。学歴マウントなんてそうそう取るつもりなくて、で僕がどんな学歴でもいい。はい。どこですか、大学。大学は、いや、もう、幾分夢学園。ね。なんやねん。やめんだよ。戦えよ。いや、喧嘩してくれよ、マジで。なんでやねん。もうこのままやったらまた一本待たなあかんよ。アホばっかかな。ルールテンプレです。チャットしよう、なし、チャットしよう。あ、ありです。ごめん、間違えた。チャットしよう、ありな。チャットしよう、2周目から。喧嘩しそう、この村。はいはい、テンプレです。OK です。2番さん、説明してくれる？あ、OK です。まあ、ルールテンプレでございます。配送に関しては、おい。役職をお選びください。喧嘩しそうだな、この村。はい、よろしくお願いします。もう一番さん、雑魚すぎても人生出直してきてほしいなって感じです。もう一番さんも3人に行かれるって言われてんねんけど、時間もったいないから破壊して。うざ、その雑魚さで最後までしぶとく勝ちたがるところがさ、恥ずかしくないかなって思います。3番、ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。くマジか。くっそはこんな位置やな、ほんまに。いやー、もうだって一の発言が黒かったのもそうなんだけどさ。で、一番さん、こんだけ俺が土着といじめこき倒して一番って何一つ開示せんかったんよな。で、俺でも6番さんに負けるか1番さんに負けるかやったら、もう6番さんに負けていいやって思って。でもそれ以上に6番さん死んだったら4番さんを守るべきなんで。それな。そこが確実な決め打ちポイントであったよな。そうっすね。もうあれはもう負け確。あ、一番さっき、ザコよくせにいらんことすんな。冒険禁止にしよう。冒険じゃなくて、まっとうなんすけど、俺間違ったこと言ってます？いやいやいや、言ってますね。例えば、ザコとかは暴言でしょ。だってザコいじゃん。事実じゃん。それでも悪口は悪口やからね。悪口禁止ってどうして悪口禁止なんですか？相手がいい思いをしないからです。相手がいい思いしなかったらどうしてダメなんですか？そこに関しては哲学の領域なんで、あまり踏み入った話はできないのですけれども、人に嫌なこと言われていい気がする人はほとんどいないですからね。じゃあ想像として、その状態がダメなんですか？
ていうか、あなたの常識を私に当てはめようとしないでください。私の常識じゃないな、というかこれは。じゃあそのあなたの考える常識っていうのはどこで制定されて、どの文化で適用されていることですか？ここ日本よ。てか人狼殺よ。いや知りません。そんな人狼殺のルール規定と利用規約に何一つ書いてないですよ。ね、最初のゲーム始める前のね、ところにね、あったと思うよ。暴言禁止とか、確か。ちょっと具体的にその言葉文面をつつ、丁重に揃えてしっかり発言していただければと思いますが。あ、そこに関してはちゃんと覚えてないので、見てきてください。一回ログアウトして。え、嫌です。なんで私が見に行くんですか？あ、じゃあもう一つあります。運営に報告するってゲーム上であるじゃないですか。はい。報告内容に暴言っていうところがあるじゃないですか。はい。そもそも暴言が許されるのであれば、そこの報告に暴言という欄ないでしょ？うん。でも、そもそも私の発言が暴言に値するっていうのって、どういった基準であなたはそれを決めてるんですか？具体的に私の何が発言をどういった観点から判断して、私の発言が暴言と捉えるんですか？そもそも暴言という言葉の定義は何ですか、2番さん。暴言という定義ですか？はい。これは定義とかに当てはめると結構難しいですよね。いや、難しい簡単な問題ではないですよ。じゃあ暴言ということは人が嫌がる言葉っていうことにしますか？うん、あなたが決めるんだけど、多分人狼さんのゲームしてる、作ってるとですよ。言われて嫌だと思ってないなら別にいいんですけどね。いや、もうすごい嫌、すごい嫌でした。うん、ところは話がすり替わってますよ。一番が不愉快に思うかどうかじゃないでしょう。このゲームのルール規約を伝えます。これやんないですか？すいません、横から。やろう？やろうよ。あ、やらない。やります、やります。やらないんですか？ちょっと。はい、やります、やります。やろう、やろう。はい、よろしくお願いします。ルールテンプレです。はーい。ヘイ！了解です。ヘイ！ヘイ！ヘイ！いや、一番さんちゃんと精査してな。はい。はい。はい。さっきの精査の後にさ、どのテンションがヘイとかフーとか作ってくんの？すげえな、一番さんのメンタル。あ、すいません。ちょっと調整しました。いや、めっちゃ可愛いっす。二番さんよりかははるかに可愛いっす。現場さん、結構いきます。